関係の湯の足湯を後にして、遊歩道を目指します。ちょうどその前からは、見てください、眺望が開けてなかなか綺麗な風景です。正面に見えるのが生駒山です。生駒山です。綺麗ですね。桜も、なんか違って、綺麗です。ここにお伊勢参りの蔵があります。この道はお伊勢参りの道でもあるわけですね。道はかなり細い道になりました。住宅地から、突然山の中に入ってきたという形ですね。この道は先ほどあったようにお伊勢につながっているということです。
側に大きな高圧線がありますね。道はこういう形で舗装された歩きやすい道です。だらだらと、緩やかな登りが続いています。ここからは急な道なんでしょうか。上からはこういった毛虫が降りてきてます。坂道の左手には山で、山ツツジが、咲き誇っています。可愛らしい薄ピンク色のツツジですね。木々の上からは結構毛虫が落ちてきてますので、気をつけてちょっと登りたいですね。あれ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 、ここにもこういう形で毛虫。急な坂になりました。前方には切り通しのような道になっています。今登ってきた道を、振り返ってみました。結構急な登り坂です。こちらいっぱい落ちてきてますね。ほら急だ。
看板が出てきました。今、息を切らして登ってきた急な坂のちょうど上に道しるべがあります。右、八田寺、松尾寺という様式です。で、左が子ども交流館、八田丘陵遊歩道100メートル先左折とあります。ここは八田丘陵遊歩道という部分がもう明示されております。八田丘陵遊歩道を目指して歩きます。まだまだ急な上り坂ですね。しばらくすると いくつかの道路標識の左側に五尺地蔵菩薩があります。五尺地蔵菩薩ということです。ここが室木峠ということです。大阪玉造を起点とした奈良までの古道奈良街道の最後の峠ということです。昔は茶店や旗子が軒を並べ、家具家機衆も活躍したとか言われています。実は、この奥にもお地蔵さんがたくさん祀られていました。室の木峠です。大阪玉造を起点とした
奈良までの古道、奈良街道の最後の峠ということです。昔は茶店や旅籠が軒を並べ、家具掛け衆も活躍したと案内文には書かれています。ちょうどここで、ご家族に、お話をお聞きしました。こんにちは。こんにちは。あの、今日はどちらからお越しなんですか。奈良市内の富雄というところです。あ、そうですか、はい、あの、今日は家族で、はい、3人で来ました。あの、かわいいお嬢ちゃんですけどあの、いくつですか。11歳。小学校6年生。妹さんは8歳。3年生。3年生。じゃあ自分で答えね。あの、今日はどちらから、あの、この校生入られたんですか。手塚山大学の横から入りました。あ、そうですか、はい。朝何時頃から入られました。9時前ぐらいですかね。あ、そうですか、はいはい。結構これ上り坂あったんじゃないですか。そうですね。まあ、でも緩やかで子供も十分。あ、そうですか。行けそうな部分でした。はい。あの、このコースはもう何回か歩かれましたか。今日実は初めてです。あ、初めてですか、はい、たまたま見つけて入ってきました。あ、たまたま、はい、すごくいいコースやな。なるほどなるほど、はい、歩かれた感想はいかがですか。まあ、すごいすがすがしくて、まあ、そんなにこの上り下りもきつくないですし、途中でなんか親切な人がこの竹の杖をどうぞってこう置いてくれてて、それを持っていただいて、いただいてきました。今度会社にまた来ようねって言って。ああ、それはあの、お姉ちゃんは歩いた感想どうですか。楽しかった。楽しかった。なんか、タケノコとかいっぱいあって面白かった。面白かった。そんなにきつくなかったし。あ、そんなきつくない。うん、妹さんとお姉ちゃんとお父ちゃんと一緒に歩いて。楽しかった。タケノコが、なんかタケノコがなんかめっちゃ伸びてるやつが気持ち悪い。そう、うん、あそこにあるやつ、あそこにこと言ってあそこの、あそこに、あ、当ててる。あ、そうですか。で、これからどちらへ行かれるんですか。子供の森まで歩いて。あ、子供の森まで。お弁当にしようかと。あ、それはいいですね、はい。そしたらあれですね、今日は一日、はい、あの、家族サービス、はい、そうですね。まあ、連休最後なんで。ああ、そうですね、はい。じゃあ皆さん今日は楽しんでください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ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 は？じゃあバイバイは。はい、バイバイ。慣れてない、慣れてないかな。